よし、精霊の森、やってきました。っていうことで、ここで回復して、ボスと戦っていきましょう。いやー、結構大変だったな、ここまで来るの。迷いましたよ。で、やってきたわけなんだけど、お!なんだこいつ、スグルか。なんかこいつさ、ラスボスの一歩手前なんてじゃないの。なんか見たことあるぞ。でも、ここはまた別の世界なのよね。待て、確か前の世界であったエドナが兄がどうのと言っていなかったか。え、じゃあこの生き物はあの子のお兄さんってこと。いや、どう見てもちげえだろ。あの研究者の研究のせいでエドナのようにはいかなかったというのか。すでに人間の意志を持ち合わせているようには見えないが、このまま倒して良いものだろうか。いや、曇りない目で見てみろって。どう見ても関係ない化け物だろあれ。なんかさ、ラスボスもこんな感じじゃなかった。いや、マジでこれ、ああ、ラスボスこんな感じだった記憶があるんだけど。うん、ちょ、覚えてねえけどさ、結構前だから。いや、こんな感じじゃなかったっけ。まあいいや、とりあえずボコろうぜ。これをこいつをボコりましょう。で、うわぁ、体力30万近く。これクリアできる俺。な、無理な気がする。大丈夫これ。なんか無理な気がするな。大丈夫か。あー、けどエドナと違って柔らかい。かなり柔らかいね。てか、でかいから戦いやすい。だいぶダメージ効率がいいな。エドナね、ちっこかったからな。素晴らしっこくてなかなか攻撃当たらなかったからきつかったけど、これはこれでいけそうだな。ってことは裏ボスなわけなんだけど、弱くね。あー、けどまだ本気出してないだけか。まだ本気出してないだけだから何とも言えないところなんですが、まあこれも使っちゃおうか。バン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 使っていって、あっという間に3万4万削れていきますと。まあ、結局ね、体力が半分になってからが本気なんで、まあそこでね、どう戦うことができるかどうか。あれ、俺こいつ頼むか。うわー、バカー、外してんじゃねえか。さあ、殴れ殴れ殴れいい、殴れ殴れ殴れいい。けどあれなんだよな、ちょっとレベルアップしてきてないからさ、ちょっとレベルアップしたらよかったなって後悔してる。このレベルで勝てるのか。このレベルで勝てますかね。うわ、ハリム先生が体力やばいよ。さあ、行け。早く回復して、お前ら。よいしょー、なんか違うよー、タイミングが。おら、行ってこい。なんか、ほほまってるやつがちょっと奇妙な。え、なにこれ。な、ピクミンでこんなボスいなかったっけ。ピクミン2のラスボスかな。あー、待ってるぞー、マジかよー。くそ、押したタイミングと同じタイミングで跳ねやがった。よー、2回連続で外すのはないわ。今のはないわ。ちょっとないですよ今のね、ほんと。で、ようやく4分の1か。まあ、柔らかいっちゃ柔らかいけど、体力がすごいな。まあ、勝てそうではあるよな。まあ、勝てそうではあるんですが、まあ、結局、体力が半分になってからモーションが変わるんで、そこからどう応戦することができるかどうか、っていうところが問題になってくる。なんかさ、今回こういうモンスターみたいなの多いよね。全体的に。けど、エドナの方が正直めんどくさかったかな。体力削り切る前から結構めんどくさかったからさ。あと、こいつダウンしてくれるのが結構楽だよな。こうやって。あと、図体でかいっていうことで、やっぱ当てやすい。一生殴れるからさ。体力的にはエドナの方が少なかったんだけど、だけど、エドナよりかは早く倒せそうな感じがする。よいしょ。で、このタイミング。オーケー!でかい!これは。これはでかいね。これはでかい、ほんと。
さあさあさあ、いけ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 い、ファーストエイドナイス。ということで374でございます。 CP は374、もうちょっと CP 増やしていきたいな。ちょっと少ないよな、連戦になると厳しいよな。な、音すごいな。え、この後さ、連戦ってわけじゃないよね。こいつ倒したらもう終わりで合ってるよね。そう俺は信じてる。で、こいつをぶっ潰す。ニムスオリジンって、なんかすごい名前やな。ラストボスってあれなんて名前だっけ、忘れたわ。でも見た目めっちゃ似てる。兄弟ではないよな。で、殴っていけいい。で、残り16万ぐらいか。ちなみに、こちら精霊の森の一番奥にいたわけなんですが、精霊の森はね、結構めんどくさかった。ですので、これからやる方はぜひね、気をつけてください。結構めんどくさいからさ。正直、レベリングしてから挑んだ方がいいと思いました。うん。やっぱレベリングしといた方がいいよな。ちなみに今レベル何歩ぐらいだっけな、70いくかいかないかぐらい、確かそんぐらいですね。まあ70ぐらいあればさすがにご利用せるかだけど、だけどもうちょっとレベルないときつい。おーい、ダウンして、ダウンしすぎじゃね。でようやくこれで折り返し地点、ようやく折り返しですか。15万、ようやくかよ。どうだ。で、ここでまた削っていきましょう。さあさあさあ、ゴリゴリ殴っていけ。よいしょ。さあ13万、一気にゴリゴリ削っていくぜ。いいね、ペースがいいよ。一回チャンス掴むと一気にゴリ押しできるね。このゲームそこが爽快なんですよ。オッケー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 、よいしょ。まあ止めるって言われてもあれでしょ。魔法使ってこないからな、物理的に殴ってくるからさ。なんか使い回し多いよな、テイルズって。今思うと多分こいつもさ、使い回しじゃないよ、ボスですら多分使い回しだよな。さあ、うわ、なにピクミンやん、ダマグモやん、これダマグモじゃないですか、この攻撃は。懐かしいな。で、ようやく10万ぐらいか、体力残り。うわー、厳しい。結構厳しいね。さあ、いけ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 
3分の1か。長い。この戦い。で、ファースト、あ、待って。はい、KKKA、回復したぜ。いやー、なんかね、体力があとわずかになってから、大技みたいなのが増えたんですよ。大技みたいなやつがやばすぎる。なんか一瞬で体力持ってかれて、落ちるんだけど。さあ、KKK、厳しい。さすがに、ボスなだけあるな。厳しい戦いが続いている。まあ、CP 回復したんで、しばらくはこれでいけるんじゃないかなと思うけど、大技マジでね、注意しなきゃいけない。運悪い、今の。うわぁ、何マジで今の何って感じなんだけど。さあ、殴れ。よいしょ。7万2000か。もうちょっと削り切りたい。これ絶対玉雲だって。絶対玉雲だわ。ピクミンじゃん。どっかで見たことあるなと思ったけど。てか、ピクミン知ってる人にどれぐらいいるんだろう。まあ、ほとんどの人が知ってるか。で、これで、今度こそ逃さないぜ。で、ダウンはしませんか、さすがに。さすがにしねえか。さあ、殴れ。6万か。赤くなってからが強いよな、こいつ。そうそう、攻めまくれ。結局ね、このゲーム攻めゲーだからな。
さあ前線で頑張ってくれよ。でどうだ、よいしょ。さてさてさて、残り5万となりました。よし、これいいタイミング、グッドタイミング、いいね。マグナレイ、マグナレイってあれ、いまだにマグナレイ、あれ俺変えてなかったっけ、スキル反映されてないんかな、なんでマグナレイ使ってんだ、まあいいや。ということで、おお、やばいやばいやばい、流星群来た、流星群、流星群来ました。マンダの流星群は強い。こいつマンダか、まさかの。結構長えな、モンスターハンターみたいになってきたな。体力3万か。いけいけいけ。モンスターハンターもこんな感じなんかな、実際になんか体力ゲージみたいな出たら。けど、ゲージが出るのいいよね、モンスターハンターってこと違って。モンスターハンターゲージ出ないからさ、まあダメージがどんぐらい、その与えてるかっていうのは見えるようになったんだけどさ、見えないもんな体力未だに、ま、見えないっていうのがまたいいと思うんですが。さあいけいけいけ、2万6000。でジャンピング武田がきつい、ジャンピング武田攻撃が結構きついんですよ。で2万、キルザクみたいにやってくるな、なぎ払いか。でこれで連戦だったらマジできつい。ここでクロージングさせたい、どうにかして。まあさすがにこの後に敵が控えてると思えないけど、多分これが最後のモンスターボスになるんかな、これ。いけ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 、さあお前ら頑張るんだ、おら、お前ならいけるはずだ。さあ2万じゃない、もう終わりか。 OK、 これはナイス。終わった、結構厳しかった戦いが、終わりました。ウェイ、いいね、終わりましたよ。ってことで精霊の森クリア。うわ、経験値めっちゃもらった、すげえ。エドナの時もすごかったけど、普通にこいつもめっちゃもらえるんだ。っていうことで今日の動画終わりましょうか。まだチャンネル登録をお済みでない方がもしもいらっしゃいましたら、ぜひこれを機会にチャンネル登録して、これからも動画を見ていただければ幸いです。よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ、じゃあね。